いやマジか最新情報めちゃくちゃ解禁されるやん。 さあ、今週あった最新情報まとめということで、えまずは無限上編なんですがあ、なんと無限上編がですね、映画化ということで、いや、これ本当っぽいですよね。え海外からのリーク情報になって明らかになった情報なんですが、あ鬼滅の刃無限上編が複数にわたって映画化ということで、え公式さんからのですね、数日経った今でも、 もデマ情報ですという声明がないので、まあ、やはり本当の情報なのではないかなと、えー、私は思っております。で、まあ内容的にも話数的にも、まあ、劇場版は可能でありますし、まあ情的にもですね、えー、劇場でやった方がいいんじゃないかなと私自身もですね、えー、思っていますので、まあ、やはり劇場版の情報はですね、えー、本当なんじゃないかなと思っております。 おりますえー、海外ではですね、かなりこの情報が出回っておりましてですね、まあ、だいぶ盛り上がっているので、まあ、デマ情報だった場合ですね、公式さんがこれはデマ情報ですよというね、えー、声明を出さないとおかしいぐらいに盛り上がっているんですよね。まあ、なので、本当の情報だから、まあ、目をつむっているんじゃないかなと思っております。そそしてですねそんな 1> 第1弾はででですすすねね赤座 vs 炭治郎富岡義勇がメインのです、ね、映画となってきそうですまあかなりですね、劇場映えする内容ですので、まあ赤座戦っていうのは無限列車編の方でも劇場版でやっているので、まあ、やはり釣り合い的なところで見ても、まあ、最終決戦はやはり劇場版でやらないと、まあおかしいんじゃないかなと私も思っております。 そそんな感じでですすねえ無限上編は劇場版化しそうですさあそしてですねえ続いて柱稽古編の最新情報なんですが、まあ、なんとこのようにえ無限上編の海外リーク情報が出たというのはですねえ柱稽古編の制作が終わって で、まあ、次なる発表、えー、柱稽古編の放送日そして無限上編の予告 PV を公開するからなんですよねはいということでまあ、近々ですね、えー、そんな形で柱稽古編のですね放送日の発表そしてですね、えー、最新予告 PV などが、まあ、解禁されてくるんじゃないかなと、えー、私は思っております、えー、じゃないと無限上編のリーク情報はですねどうや あって出てきたんだっていうね話になってくるので、まあ、柱稽古編の最新情報も近々あるんじゃないかなと思っておりますさあそしてイベント情報なんですがあなんとですねアニプレックスオンラインフェス2023に鬼滅の刃の参加が決定ということでもう9月に開催されるイベントにですねえなんとそんな感じで鬼滅の刃が参戦すると、まあ、いうことが がですね今週発表されていたんですけども、いや、これもですね、かなりいい情報となっておりますね。さあ、そしてそんなですね、アニプレックスオンラインフェスの詳細見ていきたいなと思うんですけども、まあ、こちらのイベントはですね、最大級のアニメエンタメニュース発信イベントとなっておりまして、え今年はですね、9月の10日にえ開催が決定しております。 はい。もう間もなくですね。で、圧倒的なボリュームで新情報を発表ということで、え参加作品20作品以上、で、豪華出演者アーティストライブで内容を構成しております。で、今年はですね、オンラインとリアルでの開催が決定しておりまして、え、オンラインが YouTube、 リアルがですね、ゼップダイバーシティ東京にて開催みたいでございます。で、参加費はもちろん無料ということで、まあかなり豪華なイベントなんですが、あそんな詳細がですね、アニプレックスオンラインフェス2023、2023年の9月の10日日曜日、12時より配信イベントスタートで全世界 YouTube 発信となっておりますえ。なので私はですね、これに合わせて同時視聴という形 でこの「のじっち TV」でですね生放送したいなというふうに思っているわけなんですが、まあ、そんな感じで「鬼滅の刃」が参戦決定いたしましたで「鬼滅の刃」のですね詳細情報も発表されていたんですがあ今年はですねテレビアニメ「鬼滅の刃」「刀鍛冶の里編」劇版バンドライブが決定と お、いうことで、まあ、なんかよくわかんないんですけども、なんかライブをですね、え、行うみたいでございます。え、まだまだ詳細情報は発表されてきそうなんですが、あ、ひとまずですね、え、ライブが開催決定と、お、いうことで、まあ、柱稽古編の最新情報はどうなのと、 ということなんですがまあ、ひとまずこのイベントでの最新情報の可能性はあそこまで高くないんじゃないかなと思っておりますえしかしですね私はまあ、このイベントが開催されるということでまあ、次なる最新情報に向けたですね新たな情報がですね解禁される可能性が高いんじゃないかなと思っておりますまあ、具体的 にはですね、鬼滅テレビの告知ですね、えー、いついつに鬼滅テレビを開催しますよということで、えー、この日に柱稽古編の最新情報を発表しますよ、みたいなですね、えー、情報っていうのが、まあ、このイベントと同時にですね、えー、解禁される可能性が高いんじゃないかなと、まあ、私は思っております。まあ、時期的にもですね、そろそろ柱稽古編の最新情報が、 解禁されるタイミングですのでまあねそろそろそういった情報が、まあ、明らかになってくるんじゃないでしょうかねはいということでまあそんな感じでアニプレックスオンラインフェスがですね9月の10日に開催ということで私生放送いたしますので まあ皆さんぜひとも遊びに来てください。さあそれではですね、皆さん高評価チャンネル登録よろしくお願いします。では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう